まあ、ふわっとしたボールから鋭いボールまでさまざまなクロスを持っていますが、セットプレーどんなボールでいくか。直接いった、こぼれたところかき出して最後橋打ち。少し、まあ、力強いボールでしたけどね、無回転気味でしたかね。まあ、こぼれ球、橋打ちの前にこぼれてきましたけど、少しね力入りましたね。無回転気味に蹴ってきましたね、はい、中に入ってくるシュート。久保田でしたね最後は、はい、3人が絡んだいい攻撃だったですね。4試合得点がありません。また失点も4つで10というところ、気をつけたいところ。さあ中にボールが入ってくる、スラして押し込めるか。鈴木、いいクロスがあります。久保田が追い越していくが、自分で上げて坂野。中が合いませんでしたね最後。さあその杉本からシンプルに入れてくる、こぼれたところに鈴木優斗、かわしてシュートまでいけるか。かわして後ろから佐藤、丁寧に打ったシュートは枠のわずか上。攻守で今は松本の軸になっています。杉本へのボール、杉本触る、これはホイッスル PK。 まあ、まずは佐藤がここ打開したんですよね、プレッシャーを。これは大きくて、そこからのスルーパス、まあ出してます。杉本は少し誘いに行ったところはあると思いますけどね。杉本決めました、1対0先制松本。そして落ち着いてましたね、中央ですね。まあキーパーは特に見てないですけどね、ひょっとしたら間接視野でちょっと見ながら感じながらっていうところはあったかもしれないですね。飛んだのを、真ん中に蹴り込みましたね。佐藤、佐藤佐藤、ニアを使って押し込んだ、2点目、2点目も杉本、2対0松本がこの時間に1点を追加します。愛媛はセットプレーからまた失点。前半から狙ってた形ですよね、ニアで坂野ですね、そこから最後杉本ですね、触ったのは。これはもう松本はずっと徹底的に狙ってたポイントでしたからね。坂野が直接狙いましたけど、それが流れたところを杉本が押し込みましたよね、3人ここ押し込みに行ってますからね、まあ、前でニアで合わせるのは坂野で、あとはこぼれてくるぞっていう、もう狙い通りバッチリハマったゴールだと思いますね。スピードを上げていく杉本、左で鈴木、鈴木、杉本折り返してこぼれている、塚川。スローインですか。弾き返して山田真人、ここで長い笛、シーズン終了を告げる笛。勝ったのはホーム松本、今日杉本2ゴール。そして愛媛は最終盤5連敗でシーズンを終えます。